君に相談なしで、うん、僕が TikTok に勝手に上げた動画あったじゃないですか。ありましたね。僕の母親があるプリントを持って帰ってきて、うん、まあ、職場で、まあ、レクリエーション的な感じで出された、うん、あの言葉の穴埋めクイズみたいな、はい、同じ四角に同じひらがな、うん、あるいはカタカナを入れて、うん、言葉を完成させましょうっていう、はいはい、動画ね。そうで、それの5番が、うん、もう分からなすぎて、うん、TikTok に上げたんですよ、はい、これ答え何っつって、うん、もう僕にはマイク巻きにしか思えないと、うん、僕にも母親にも、うん、あのバーラが咲いたのにで TikTok に助けを求めたわけです、うん、皆さんに、うん、本当軽い気持ちだったんです、うん、ちょっとこう何件かコメントをもらって、うん、でその中であやっぱ答えマイク巻きかとかさ、あこういう答えがあるんだとか、うん、知れればいいなって思ってたんです、うん、現在の再生数を言いますね、はい、74.5 万再生突然伸びたね、それだけが。あの僕らの普段の TikTok ね、うん、まあ、よくて2000ちょいとかが関の山なんですけど、はい、そうね、何があったどんだけ好きなんだと、うん、あの TikTok というのはね、ブーストをかける機能があってね、再生数に、はいはい、あの課金すれば伸びやすくなるんだね、うんうん、おすすめに乗りやすくなって、うん、今回のこれに限っては、うん、バズとか何も狙ってなかったんで、うん、何にもしてないのに、うん、今まで何個か動画、うん、おすすめのするために課金してきたのに、うん、今回何もしないでそれだから、うん、まあ嬉しいよ、うん、ありがとう、みんな愛してる、うん、だけど正直半分切れそう切れそうそれ頑張ったのに、うん、頑張ったのにってところ、今回のこれ何も頑張ってないからね、うん、写真撮って適当に音楽乗せて適当に字幕つけて、ね、上げただけだから、うん、結局それを求めてるのかもね、結局みんなそれを求めてるのかもしれない、うん、ということでね、それを記念してね、はい、あのちょっとコメントいくつかね、あのピックアップして読んでいこうかなと思って、おあの動画に来た。いでまずね、圧倒的に多いのがね、やっぱあの、うん、マイク巻きにしか思えないって字幕で出して、うん、で音もね、マイク巻きさんの曲を、うん、のオルゴールアレンジを流してるんで、うん、もうそれをされたらマイク巻きにしか自分も思えないと、うん、洗脳されたっていうコメントが大多数とあとね、多かったね、答えとしてね、飼育式、あいやそう、自分も思った、それは飼育式、飼育に、うん、あの算数の式、そうね、うん、で飼育式ありそうだもん、ありそう、うん、あと保育保機とかね、保育保機保機って何だからあの補修の方に印で保機、うん、そ, そう漢字で並べられたらなんかありそうじゃない、うん、そういう職種かなんかが、うん、であと笑ったのがバイクバキお前らバキ好きすぎやろバイクバキ、バイクバキ大量に来たぞ、うん、バイクなんかマイクマキの進化系みたいなバイクに乗ってるバキなの、バイクバキ筋肉ムキムキのバイク乗りなの、うん、それただのね、えでもなんかガチがおられた、ハンマーバキが、ハンマーバキがいた、一人ハンマーバキがいた、おったよね、そうハンマーバキもだけど、うん、問題文ちゃんと読んだよねもうかすってもなかったもん、同じ文字を入れなきゃいけない、うんうん、前クラキもいたし、うん、前クラキも結構いたよクラキ前の、クラキ前、うん、外国じゃそう呼ぶかもしれないけどね、アメリカに行った前クラキ前だね、あとね、あの僕が一番ね笑ったやつね、タイトルも読まず、うん、法則も考えてなかった場合、うん、イクイクメス行きだから僕は公開してやったよ、はい、お尻のもの抜いてください、うん、ちょっといけないことが始まりそうないけないことがイクイクメス行き、ね、始まりそうな感じで、メイクニキとかも多かったな、メイクニキも問題文読めてないけどねメイクニキ、うん、メイクニキそれマットだからね、うん、マットとかイッコーさんだからね、そうね、うん、あとレイク歴多いね、レイク歴いたね、借金大好き人間、うん、もう借金まみれだったもんみんな、うん、で中にはね、あのガチでガチのレイク歴を晒す人がいてそうねレイク歴8年ですとか、うん、レイク歴2年ですとか、その報告受けても僕何もできないから過払い金とか相談できないから僕、うん、あとも法律事務所の人じゃないから、うん、お金が欲しかったかもしれない、うん、であとね、助かったのが、うん、この問題の元ネタが、はい、実は高齢者向けの脳トレプリントから抜粋して、うん、多分母親の職場でレクリエーションで出された、はいはい、というやつじゃないかっていうのがあって、うん、それだったらマイク巻き確かに納得なんだよね、
そうね、そう世代的に、そう世代的にね、うん、それはありがとう。多分これが真相なんじゃないかなと思います。そうね、思うにしかないもんだって、うん、まあ、あの伸びもねだいぶ緩やかになってきたんで、うん、この動画をもってねプリントの問題に関しては完結とさせていただこうと思います、うん、はい、いや本当に皆様ありがとうございました。ございました。まさかこんなに伸びると思っておらず、うん、あの最初のね30万再生ぐらいまではね頑張って全部コメント返してたんだけどね、うん、もうそれ超えたあたりから追いつけなくなっちゃった、ね、なんか順調に伸びていったしね、うん、すごいんだよ。一晩寝て起きるじゃん、あのいいねがねあの400ぐらい増えてるんだ、うん、コメントも200ぐらい増えてるんだもう朝起きていきなり200は返せない、うんということで、うん、皆様今後もねあのフォローしてくださったこともいるんで、うん、その方々は今後ともごひいきち、はい、よろしくお願いします。お願いしますということで、ランブと匠でした。というわけでリミックスでした。バイバーイ。